はいどうも、ザズーチョンです。本日はですね、こちらのシューズ開けていきたいと思います。 X ブレイズさんの、ラグビースパイクですね、開けていきます。はい、というわけで、X ブレイズさんの最新ラグビースパイク、マイクロジェットの紹介をしていきたいと思います。で、今回マイクロジェット、まあ価格はね一緒なんですけども、で商品もほとんど見た感じ、同じなんですが、微妙に、仕様の変更がありますので、その辺ね、ちゃんと詳しくお伝えできたらと思います。それではね、早速機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずアッパーにはマイクロファイバーが採用されてます。こちらのマイクロファイバー、まあ、前作と同様で非常に柔らかい、足なじみのいいマイクロファイバーが採用されてます。厚みに関してはね、適度な厚みがあります。めっちゃ薄いとかそういうわけではないですが、かなり柔らかいマイクロファイバーに、仕上がってます。また X ブレイズさんのスパイクの特徴で、まあ、先芯がね前側に入っております。サッカースパイクだとねなかなか見られないものかと思います。で、中足部以降も柔らかなマイクロファイバーが採用されてます。かなりね柔らかですね。足なじみのいいマイクロファイバーが採用されてます。で、シューレースはセンターに配置されてます。で、こちら、中がネオプレン素材で、こういう感じで足を包み込むような、ものが採用されてます。ネオプレーン、要するにウェットスーツとかに使われている素材と一緒で、濡れにくい防水性だったり、あと防護性、汚れにくかったりとか、いうところを発揮するようなものになってまして、まあ、この伸縮性ですね、特にこのすごく伸縮する、素材になってますので、足をピタッとホールドして包み込むようにフィットする。それでいて外から、泥だったり水だったりが入り込みにくいような、ものになってます。で、かかとにはヒールカップが内蔵されてます。X ブレイズさんのスパイク大体なんですけど、カップは結構柔らかめです。プレイしてみると意外といけたりします。で、ヒールライニング、かかとの裏側ですね、には柔らかな、素材が採用されてまして、まあ、足当たりよく足なじみよくなってます。で、またインソールですね、表面には特別、ないんですけども、裏側には、かかとと前側にポロンと呼ばれる、高衝撃吸収剤が採用されてます。これによってね、クッション性を、確保しているといったものになってます。で、ここが、前作と違うポイントです。前作は、前面に 2mm の EVA シートが、採用されてたんですが、今回は採用されてません。代わりに硬質の、フルレングスボードが採用されてまして、前作に比べて屈曲感ですね、この屈曲感がちょっと硬くなってます。好みで言うと僕的にはこれぐらいがいいかなと思います。前作は、まあ、かなり柔らかくて適切なところで曲がるのはいいんですが、かなり柔らかかったので、スピードっていうところに関してはそこまで、関与しないものだったんですけども、今回はこのスピードに関してもしっかりと、高質のボードを前面に使って反発性を生み出したので、比較的、スピードが出るようなものに仕上がってます。で、最後アウトソールですね。アウトソールは、天然芝だったり、柔らかい土でお使いいただける、ブレードスタッドとなっております。これが、まあ、ラグビースパイク、この X ブレードさんの特徴とも言ってもいいんじゃないでしょうか。つま先前側こういう風に斜めに入ってて、こっち後ろが4本、縦に入ってます。で、ここで屈曲するという感じで、ステップ切るときもギュインって切れたり、あとはしっかりラックとかで相手を剥がすような動きだったり、いうときにもグッと踏ん張って前にグッと出てくるような、そういった、スタッド配置になってます。もちろん落ち込み防ぐためにある程度ここに中央部にスタッドがあったりとか、あとはストップとかターンのためにかかとのスタッド、ブレードで補足できてます。グッて止まるの止まりすぎないように、するために縦型のブレードスタッド、ただ、グリップ効きすぎなくても困るので、長さをしっかりと出してあるようなものに仕上げてます。で、もちろん中足部ディブですね。この X 字状のディブで、ここはしっかりと折れ曲がらないような設計になってます。片足 25.5cm で、重量が 253g になります。軽くは正直ないですけども、まあ重くもないかな、ギリギリかなっていうぐらいの、重量感ですね。ラグビースパイクにしては決して、重い重量ではないかなと思います。はい、というわけで X ブレイズさんの最新ラグビースパイク、マイクロジェットの紹介は以上となります。まあ、前作に比べてね、変わったのがこの中底ボードのところですね、が大きく変わってます。ここによって、屈曲感だったり反発性というのが、変わってきてますので、ここはねチェックすべきポイントかなと思います。まあ、その他に関しては、前作と一緒なので、まあ、前作のレビューを見ていただければ、まあ、大体の感触はつかめるかなと思うんですけども、まあ、この中底がねやっぱちょっと違うので、僕も実際に使ってみて、どう変わったのかっていうのを、まあ、予測は立ててありますが、まあ、実際に使ってみてどうだったかっていうのをしっかりと体感しようと思います。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。